도레미도미도묘안녕하세요묘입니다곰바와묘코토미야사키미호데스今日はなんとめちゃくちゃ大物 YouTuber がコラボをしてくれるということで、今までまあコラボって言ったら大体キタリアとウッチーだったわけじゃんね、このミャオチャンネルにおいて。多分マジでちょっと意外だと思う、私とコラボするの。本当に何て言うんだろうな、外部の人早速ですけど、本日のコラボゲストの方をお呼びしたいと思います。本日のゲストはこの方です。イエーイイエーイ出づらいめちゃくちゃ出づらい、やばい、くださいちょっと、いいですか、自己紹介して。自己紹介お願いします。せーの、アサチオです。在日20年以上になります、韓国人キバルンと申します。よろしくお願いいたします。やばー、出づらすぎ何大物 YouTuber って、みんな絶対何めっちゃ大物ですよ。全然そんなことない。いやいや、大物でしょ。いや、大物 YouTuber とかいうか、みんな絶対ヒカキンさんとかご想像されたじゃないですか。誰お前誰ってなりましたよ。いやいや、このミャオチャンネルの視聴者さんは基本的に韓国が好きな方だったり、韓国に興味がある方が多いので、もう多分韓国 YouTube 界ではもう相当大物だから。全然本当に、いやマジ、私めっちゃ見てましたよ。もうおこがましめっちゃ聞きたいことがあって、個人的に嬉しい、いろいろ聞いていきたいと思うんですけど、よろしいですか。はい、お願いいたします。座ってないですよね。はい、常に私手元と首は台風起きてるんで、お願いいたします。すごい大変そうですけど、ちょっともうちょっとね、落ち着いていただいて、はい、お話聞いていきたいと思います。キバルさんの方の、はい、チャンネルでも、うん、動画出てると思うんだけど、はい、最初にキバルさんの方の動画撮影したじゃん、はい、でその時の食べ物が余ってるらしいんで、そうだから食べましょう、食べましょうめちゃくちゃめちゃくちゃなんか、はい、ね、すごいね、なんかデジャブ、ね、あ、さっきの見たやつかな、はい、と、あとチルソーファイの友人、お願いします。見えますか皆さん、もし見えなかったらコメント欄とかで残しちゃってくださいねはい、いいんだよ、そういう人ごめんなさい、やばい。え、てか私キバルンさんマジで第一印象言っていいですか。はいはいはい、なんかちょっとぶっ飛んでるじゃないですか。はいちょっととか結構、はい、はい、でも初めて今日お会いしたんですけど、部屋に入ってきた瞬間からマジで動画のままのテンションで、嬉しい、嬉しいとかじゃなくて、褒め言葉じゃなかったの、嬉しいとかマジでそのままの人来て、マジこうってなったの、胃が入るの、胃が入るの、そう、本当に裏表ってないよね。いや、そうですね、裏がないですね、表しかないです。え、もうずっとこれですか。そうなんです、だから僕本当に非国民って呼ばれててどこにでもいても本当に、うん、社会不適合者でやらさせていただいております。すごい、家の中でもこんなにうるさいんですよ。マジ。そうなんですよ、だから本当にお母さんがめちゃくちゃしんどいって言ってました本当に。え、でもめっちゃ楽しそうな、ここで。全然です。え、はい、私キバルさん、うん、マジで、はい、うん、日本語めっちゃ上手。あ、はいはい、じゃあ、で、はい、でも勉強してはじゃない。全然家庭内で韓国語を喋ってるので、なんか僕たちがアップルって言ったらリンゴって訳せるじゃないですか、うん、それみたいな感じです、まあ、なんか日常の中に韓国語があったみたいな感じです。ミャオチャンネルの視聴者さんで、うん、韓国語を勉強中なんですけど、はい、なんかどうしたらいいですかみたいな、すごい、どうしたらいいですかみたいな、はい、コメントがめっちゃ多いの、だからなんかぜひ韓国語の勉強方法とかをキバルンさんに聞きたいなと思ってて、はい、で私も 今も勉強中だから、はい、はい、なんかめっちゃ真面目なこと言っちゃっていいですか。お願いします、ね、結構真面目なこと言うと、韓国語勉強しようとしてる人たちって本当に 95% の人たち腰上げないんですよ。勉強したとか言ってるけどみんな結局やんないんですよ。でもなんか目標を決めたら多分
一気にこううおーってなると思うんですよ。だから観光勉強したいんですけど何から始めていいか分かりませんって言ってる人はまず目標を決めろって言ってます。あーなるほど、うん、例えばじゃあ名前を書けるようになりたいとか、そうそうですそうです、普通にこう推しが言ってることを理解したいとかしたいとか、そうそうそういうのを目標を決めて、でその後はもう凋落、あのもうなんか座便でやったら絶対長く続かないから、うん、日常の中にこう入れちゃうんですよ。水じゃないですか、うん、水は韓国語でムルって言うんですけども、だから例えば付箋とかに水ムルっていうのをこう付箋に刺して日常の中にこう入れちゃうんですよ。やります、それ家帰って今日。そしたらもう一気にボンボンボン、うん、イエイイエイイエイってなってます、本当に。そうなんです、みんなマジですごい、めっちゃ参考になる、嬉しいよ。韓国の、はい、好きなアイドル、うん、ああ。知りたい。私が好きなアイドルですか。僕、ずっと公言してるのが少女時代さんが好きで、今回もファンミーティングに行かせていただいたり、そうめちゃくちゃ楽しかった。見た。あ、ツイート。あ、ありがとうございます。ピンク？ピンクです。あのドレスコードある。あ、そうですそうです。それに行かせていただいたり、すごい、あとはアイズワンが好きで、だからプロデュース48めちゃくちゃ見てて。もうこのお話聞きたい方はキバルのチャンネル行ってください。喋りすぎちゃった。喋っちゃってもいろんなね、これもいいですかっていうのも全部喋ってくれて、ね、ありがとうございます。本当にでもプロデュース48の時に、はい、キバルンさんがその現場評価の、はい、あのなんていうんですか、観覧で見に来てくれてた、はい、ガチオタクです。すごくない？全然です、うん、もう奇跡ですよね。でもその時にうちら会ってるんだよね。じゃあそうなんですよ、2回目だ。それで言うと桜の木になろうかな、うん、その時買った、あ北海道に来られたことがあって、全国握手会の時にその時に1回ヒギニクさせていただいて、握手してる。はい、握手してます。それが初対面でした、僕は。マジで、はい、やばいね。 その後に観覧があり、でもメオさんともう本当に遠い、もう本当にそこら辺、もう遠い空の上の人の、遠い空の上の人、そうだからお会いできないなって思ってたんですけど、5年越しに本当に YouTube 頑張ってきてよかった。でも一個言っていいですか、なんか当時 AKB のファンでこう応援して握手会とかに行ってくれていた方がこう時を経て有名になって、こうやってお仕事で一緒にあの共演するっていう機会がすごく多くて、うん、なんか、そうなんですか？そう、今の AKB のメンバーにも、もともとファンとして握手会に通ってたんですけど、あの時を経てメンバーになって、推しと同じ衣装、同じ舞台に立ってるっていうメンバーとかも、YouTube 界で言ったら、東海オンエアの達成さんがみーちゃんのファンだって、で、みーちゃんとご結婚したりとか、そういう、とんでもミラクルがさ、起こってるじゃん。出る。めっちゃ私すごい。すごいことですよね。もう本当に奇跡。そうだから、なんかそういうことがあったら言ってほしいの、私。なんか、気使っちゃったりとか、なんか嫌がるかなと思って、なんかこう、言わない方もいるじゃないですか。けど、なんかそういうことがあったら言ってほしい。その握手したことある？めっちゃありますよ。多分僕今溜まってるのがこのくらいあるんですけど、今もう3つくらいしか出してないです。マジで？あと107個くらいあります。全部出します。いいですか？はい。いいのだけ言ってんの？いいのだけ？いいのだけ？なんかその長男地元団地に進むときに、あそこで初めてちゃんと尺もらえて、移って、現場投票1位もらったんですね。すごいですよね、本当に。はい。誰に投票しました？それだけは本当にやめてもらっていいですか？いやいやいや、ちょっと怖くないですか？これはもう本当に、もう分かりますよね、はい、私とコラボしてっていう、はい、5年前に握手しました。はい、そうですね。誰に投票しましたか？チャンギュリちゃんです。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。ここからあの今回モザイクになります。すいません、皆さんごめんなさい。やめましょう、この人も。ちゃんと話すと、ミャンさんに投票してます。えいや違う、本当です。遅い、もう違います。プロミスラインがすごい好きだったので、チャンギリちゃん応援してますよって思ってやーってやってたんですけど、僕ともう一人友達がいたんですよ、男友達がいて、その子がミョンナの
ガチファンで。マジ？そう。で、じゃあ投票してくださいってお願いされて、じゃあしましょうかって、ちゃんぎりちゃんを押そうとした瞬間に友達がプッて言って。で、ミャオヌナで、ミャオヌナに2票投票。ほんと？うん。そうですよ。え、嬉しい。仲良くしましょうね。怖い、怖い。あの、生で聞いてみて、直接感想を聞くことが今までなかったから、うん、代表して言っちゃっていいんですか？代表して聞きたいの初めてなの。しかも3年とかぶり越しにどうだったか聞きたい。あの、マジで、いや、もう、言葉に合わせられないくらい、なんか涙が止まらなくなって、その放送された後くらいからメロンのチャートランキングめちゃくちゃ上位に上がりましたもんね。そう。そのくらい本当に反響があって、でも何がすごいかって、メオさんの歌声がマジでヤバすぎて。本当、うん、人数が多いからさ、うん、一人一人にさフォーカスしたい気持ちはもちろんあると思うけどさ、全員にはできなかったりするからさ、なんか例えばこの子が歌う上手いの意外だった票がさすごいじゃん。あ、そうですね、特に現場はさ、なんかさギュリとかさミユちゃんとかがさ、歌う上手いのはさ、ある程度知ってたじゃん。知ってますね。だから、はい、その意外票、意外性票がすごい多かったんだな。いや、なんかそう、なんかもともとそう、AKB 応援してくれてる方は、あーってなったかもしれないけど、あと多分もうミャオさんってなんかその韓国語も日本語もできるっていうメンバーが当時あんまりなかったんですよ、48のメンバーの中で。でもそのミャオさんが頑張って韓国語とかでこう通訳してくださるっていう、その尺がちょっと出てたんですよ。その瞬間ブワーって韓国人の票がもうブワーって集まって、ミャオヌナやばいみたいな。やばい、私今日こんな褒められて大丈夫ですか？ね、もうだって本当にそれを伝えてきたので、今日はもう3年越しに僕の周りも本当にミャオヌナ推しがいっぱいいて、嬉しいね。で、今日実はミャオヌナとコラボするんだって言ったらもうみたいな、もう嫉妬みたいな、もうやばくてもう全然関係ないからみたいな。そうなんですよ。やばい。あの 1000% の時にもうやばくて、あれもう嬉しいんだけど、あの、のろかでけーふーわーんと、なってじゃないですか。もう鳥肌やばくて、あそこはミャオヌナがやらないといけないという、あのやばいし、あとはなんだっけ、のむなさなんだごーならこう、やっなんてことじゃないですか。もうそこの入りミャオさんでめっちゃ良かったと思います。嬉しい、うん。あとアプロチャイプタッケンのとか、はいはい、もうめっちゃマジで見てますね。もうめちゃくちゃ大好き。あれもミャオさんじゃないとやめない。衣装もめっちゃ可愛かった。ブなパープルっぽいやつでした。はいはいはい。あ、違うかな、すごい覚え、ちっちゃかったらごめんなさい。すごいね、記憶力。もうミャオさんもうすごかったです。嬉しい、応援させていただいてます。じゃあ逆に聞きたいことたくさんあります、僕ミャオさんに。え、いいですか。客席から僕のこと見えてました？え、マジで見えてない。あー、そっか。終わりです。お疲れ様でした。え、でもスローガンとかなんていうの、ここにミャオヌナサランヘみたいな、あ、ね、そうそうそう、あと携帯でさ、こうやってやって、はい、やってました。あれとかも全部見てた。へー。だからそこにキバルがいたってこと。だってめっちゃいたんですよ、もう本当に400人くらいかも。もうこんな状況で頑張って振ってて、6時間くらいずつ立ちながらずっとこうやってやってたんですよ。だから、そう、でも私その時のスローが今も持ってる。え、そうなんですか、うん、飾ってる。え、そうなん、それ嬉しいですもんね。自分の部屋に自分の部屋飾ってるよ。いや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 。でもなんか僕たちは観客だったじゃないですか。うん、どうしても映りたくて、うん、めっちゃそれっぽいことめっちゃしました。もうなんかとか、観客抜かれがちじゃないですか、プリュって。だから、いやでもとかやってました。マジでなんかすごいなと思ったのは、そのステージによって出る練習生が、はい、まあ、5、6人ずつとかじゃ、一、はいはい、人の人がもうあのスローガンを 2、30 枚持ってて、はいはい、その出る子でやってました、やってました、変えて応援してくれてて、あの自分のスローガン持ってる人が一人でも多い方が自分は嬉しいから、なんかそれがすごく印象に残ってて、一番最初の舞台がマンマミーヤだったのからの、本当に私そうは思ってる人がいなくて。え、そうだったんですか。うん、 でも最初から人気あったような気がした。本当に、うん、もっといてほしかったの、うん、もちろんいなかったわけじゃないけど、うん、もっといてほしかったから、うん、あ、これちょっと悔しいから頑張ろうって思って次の舞台ですごい増えたことを今でも覚えてるから、うん、やっぱ感激の大切さ、うん、よかった、頑張ってるって。本当にありがとう。でもその時キバルンだった、分かったらね。そうですね。え、その時 YouTube やってた？やってないです。しかも違う人が言ってました。
やばい、お疲れ様です。また連絡します。これ絶対カットしてください。また連絡します。また連絡します。普通さ、こういうとこさ、お世辞でもさ、ミャオさんめちゃくちゃ応援してましたとか言うじゃないですか。でも僕がっつりテレビ映ってるんですよ、あのちょゆりちゃんの。マジで？そう、ちょゆりちゃんの、ゆりちゃん推しで、ゆりちゃんのユースローガン持って。ゆりはほろみせんなんか好きでって。そうです、本当の推しは、本当は推しでゆりちゃんです。はい、でゆりちゃんももともと同じ、ゆりちゃんと同じ番組出てたので、うんうん、アイドル学校。そうです、そうです、ね、でゆりちゃん、日本から来ました、ファイティーンっていうのも抜かれてるんです。ねえ、待って、それ見たことある。俺です、俺。え、そうなんじゃん。そうです。マジで見よう、後で。後で見てください。めちゃくちゃジャガイモでした、あの時。もう本当にサッカー終わりに行ったんで、ジャガイモで。その時もサッカーやってたんだ。はい、やってました。僕、まだ夢の中にいるみたいです、皆さん。じゃあ、金妙なファンの人たちに伝えたいのは、実物、やっぱりすごいです。なんか、やっぱり芸能人オーラが、もうここまで来てて、もう本当にやめてくださいみたいな。ね、本当に。やめてもらっていいですか？よくないですよ、それ。ここまで来てるんで、なんか緊張します、やっぱり。もうありがとう、そうやってあのちゃんとなんか株上げてくれてありがとう。いや、株とかじゃない、事実を言ってるだけです、僕は。本当に。いや、本当に。でもマジで、まあ、コラボ、あのちゃんとしたこう、うん、ちゃんとした YouTuber っていうあれですけど、外部の人なんで、YouTuber、 はい、YouTube をメインにやってる YouTuber さんとしっかりコラボするの、今回初めてなの。なんか、いいんですか、僕でっていうか、うん、だって僕めっちゃ本当みんな意外でびっくりしてる人もいると思うし、はい、嬉しがってる人もいると思う。あ、嬉しい。でも本当になんかあの生配信の時やるとさ、コメントが見えるじゃん、はいはいはい、そのコメントで結構あのコラボしてくださいっていうのがあったから。本当ですか。僕も最近インスタグラムでコラボしてほしい YouTuber さんいますかって言ったら、宮崎美穂さんいらっしゃいました。だから嬉しい、めっちゃ嬉しくて。マジ？え、ちょっとまたあの第2回にご期待しましょう。第2回、今日はね最初だったんで。え、そう、ちょ、本当にあれだったんですけど、次はソーチュチャミスルを2人で17杯飲んでみましたっていうのをちょっとやってみたいと思います。ぜひ皆さん楽しみにしてみてください。自分の動画みたいにすんのやめて。私のチャンネルなんでこれ。せーの、ドレミドミドミャオ。このキャッチフレーズ考えたのは指原莉乃さんということで。すごい、怖いですよね。本当にすごい無理。そうなんで、皆さんちょっと2回目も期待していただければと思います、はい、でキバレンさんの、SNS、はい、YouTube と、はい、Instagram と Twitter は、はい、あの概要欄の方に貼っておきますので、はい、皆さんフォローよろしくお願いします、はい、クロー今アンニョー。